届けることができなかった言葉がたくさんあった。言葉がつながったその日、声を聞いて安心したり、文字を見て泣いたり、言葉が届くことがどれだけ大切か改めて知った。届けられなかった言葉に約束をした。どんな時でも、何があっても、その責任を果たしていく。